はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は自宅でできるチューブトレーニングパート3、最終回ということで、今日は足のトレーニングを紹介したいと思います。パート1もパート2もね、注意点はあえてちょっと少なめにしています。気軽にねやってもらえるように、簡単にね、かいつまんでお話をしてますので、詳しいことが聞きたい方は、ぜひねホームページからお問い合わせいただければと思います。はい、足のトレーニングです。ちょっと足元がね映ってなくて申し訳ないですけれども、足で踏んでいきます、チューブを。でできればねかかとで踏んでいただくと安定感が出るので、かかとで踏んでいただくといいかと思います。はい、このまま肩に担いでいくように回してきます。はい、こんな感じですね。こんな感じで担ぎます。このままスクワットをしていきますね。スクワットのフォームは以前スクワットの動画をね出しているので、詳しくはそっちをご覧ください。しっかり股関節と膝が同時に曲がるようにしゃがんで上がってきます。上がりきった時にちょっとお尻をキュッと締めてあげるとね、お尻にもしっかり効かせられますので、ハムストリングス、もも裏と大腿四頭筋、前もも、それからお尻全体的に効かせるようにしっかり意識していきましょう。はい、スクワットのフォームわからない方向けに、横向きだとわかりやすいので横向きでもやっていきましょう。しっかり膝と股関節が同時に曲がって立ち上がる、こんなイメージですね。これが膝だけ出てしまったり体が丸まったりしないようにしっかり全身を連動させていきます。はい、こんな感じですね。負荷は少し少なめなので、20回3セットを目安にやっていただくといいんじゃないかなと思います。はい、自宅で行う簡単チューブトレーニングパート3最終回、足のトレーニングいかがでしたでしょうか。かなり簡単にお話をしてますので、どちらかというと初心者向けっていう感じですかね。はい、普段あんまりトレーニングしてないけどチューブだったら用意できるかなっていう方はぜひね、昨日一昨日出した、3本の動画ね見ていただいて、ぜひ全身ちょっとトレーニングしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、詳しいフォームなんかはね前の動画でも出してますし、またちょっと違う視点からね、詳しく動画で解説してもいいかなと思いますので、またその際は、動画を見ていただければと思います。はい、私のこちらのメインチャンネル、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから、Twitter のフォローもお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。